天津金城銀行大楼は中国の天津市、当時の天津イギリス疎開に1937年に建設された金城銀行の店舗ビル。中国近代の銀行家、周作民が天津イギリス疎開の主要街路であったビクトリアロードに金城銀行の本店店舗を開業したのは1917年であった。銀行の名には 金城統治永久堅固という意味が込められていた。本店が1936年に上海へ移った後、跡地には家臣皇帝氏に所属する有名な建築家であった陳治無玄が設計を担当した天津金城銀行大老が1937年に建設された。建物はレンガと木造による2階建てで地下室が設けられており、外壁は化粧レンガで飾られた。 外観は整った対称性が施され、造形はルネッサンス建築と中国の民家建築を混合させており、正面は豊富に装飾され、屋上ももともとは傾斜のある屋根がいくつも設けられて利用されていた。天津疎開時代から残る重要建築物の一つとして、1997年には天津市文物保護単位。 2005年には重点保護東急歴史風防建築にそれぞれ指定された。1976年の東山地震の際に被害を受けたが2008年に修復された。ありがとうございます。